こんにちは。聞くを楽に変える経営教育課の岩松正文です。今日のテーマは気持ちは程度が大事という経営の話をしたいと思います。気持ちを聞きましょう、気持ちを聞きましょうと言われると一番浅いところにあるね、表面的な気持ち、いわゆる形容詞だけを受け止めるっていう、こういう聞き方になる方が結構います。まあ繰り返しをするっていう感じですね。先週仕事がうまくいってとても嬉しかったんですよって言ったら、あ、嬉しかったんですねって、こういうストレートな感情表現を受け止めるという聞き方になる方が結構多いです。でそれは、まあ、レベル1の傾聴といいますか、まあ傾聴の入り口としてはそれで OK だと思います。でもそれをずっと続けててもですね、話って深まらないわけです。じゃあもっと深い気持ちってどこにあるかっていうと、実は気持ちっていうのは結構程度が大事なんだよっていうお話を今日しようと思っております。このような感じでこのチャンネルの中では傾聴あるいはキャリアコンサルティング、あるいは脳と心の使い方についてのお話をしていきます。よろしかったらチャンネル登録をしてください。ということで、気持ちには深さがあるっていうのはね、また別の動画でお話ししてますので、そちらも見ていただけたらいいと思うんですけれども、例えばね、嬉しかった、ね、嬉しかったんですねっていう繰り返し、これシンプルで分かりやすくてとてもやりやすいです。なのでこれもぜひ返せるようになってください。でもですね、大事なのは程度なんです。程度、じゃあ程度って何か、どれぐらい嬉しいと思ってるか、この程度までちゃんと気持ちの中に含めて理解してあげないと物足りないんですよ。じゃあね、先ほどの例で言うと、先週仕事がねうまくいってとても嬉しかったんですって言ったとしましょうか。それに嬉しかったんですね、まあ応答として間違いではないですよ。傾聴の基本的な聞き方として間違いではないんですけども、それはレベル1ですから、もう一歩レベル2に進めるためにどういうふうにしていくか、それは程度が現れているところも一緒に含めて受け止めていくということです。じゃあどこに程度が出るの、多くの場合は、絶対とは言いません、多くの場合はここですね。とても嬉しかった、とても嬉しかったというふうに、例えば形容詞の前に出てくることってまあまああるわけですよ。いや悲しかったんです、ね、そういう急に会社を辞めろと言われて、悲しかったんですって、ね、言ったら、あ、急に言われて悲しかったんですね、その場合は OK です、程度がないので。だけどね、例えばこういうふうに言ったとしましょう。ちょっと悲しかったんですとか、ちょっと悲しかったんですとかね、ものすごく悲しかったんですとか、信じられないぐらい悲しかったんですとか、この手前に程度を表す表現がたくさん出てきますよね。ここまで含めてちゃんと受け止めて、受け止めたことを繰り返してあげたらいいということです。これはやってる人があまりいないです。できてる方ほとんどいないです。直接的な分かりやすいレベル1の気持ちの感情表現を返す方はまあまあされてる方います。でもこの程度までちゃんと丁寧に返してる方っていうのはあまり見ません。こういうところでもですね、分かる人が見れば、あ、この人ちゃんと傾聴が普通の人より深くできるんだなっていうのが分かります。ですので傾聴力そのものをバーンとね、試験が近づいてきたこの時期に上げようとしてもなかなか上がりませんが、そもそも自分がちゃんと分かっていないこと、まあ私は傾聴をお伝えするのが仕事ですので、キャリコンの試験の中でも特にね、傾聴力の低さっていうところがものすごく気になってくるんですけども、それは知ってしまえば今からでも1ヶ月で練習できるものもあるわけです。その一つがこの程度をちゃんと受け止めて返す。でなんで1ヶ月前からでもじゃあその傾聴力上がるかって言ったら、こういう表現って日常生活の中で当たり前にあるんですよ。何もロールプレイの練習会みんなでやらなくたって、皆さんが生活して、まあ、今コロナがあるので外に出ないとかあるかもしれませんけども、まあそれでも以前に比べたらだいぶ人に会いますよね。人に会って会話してたら、こういう程度を表す気持ちの表現ってたくさん出てきます。もっと言うなら、以前は傾聴は気持ちを聞く気持ちを聞くって言っても、ね、ビジネスでは気持ちなんか聞かないから
ね、事実が大事なんだから、ね、傾聴は仕事なんかじゃ使えない、ビジネスじゃ使えないって言われたんです。それはやっぱり嬉しいとか悲しいっていう直接的な感情表現に限定してね、その人は気持ちだというふうに捉えてるからだと思うんですね。間違った認識ですよ。だけど気持ちというのは嬉しいとか悲しいなんだと思ったら、それはビジネスの最中にあまり言わないですよね。契約取れて嬉しかったですなんて、いやそれは君が契約取れて上司の僕も嬉しいよ、あんまやらないじゃないですか。まあ、それは確かにそうなんです。だけどですね、クレームを聞いててもそうですよ。お客さんのクレームを聞いててもそうだし、普通のビジネスの会話をしてても、まあいろんなこの気持ちのワードってね、もっと深いのあるんです。程度以外にもいろいろあるんですけれども、こういう程度を表す表現っていうのは、お客さんとのやり取りでも、取引先さんとのやり取りでも、社内のやり取りでも、もうたくさん出てきます。でクレームでもたくさん出てきます。でこういうね、より深い方、こっちがレベル1ですよ。レベル1、誰でも分かりやすいレベル1、こっちがまあ仮にレベル2ですよ。レベル1だけ聞いてレベル2の方を受け止めないから、まあ、問題が大きくなっていくわけです。そういう場面もたくさん見てきました。なのでレベル2といえども侮れないのが、この程度を表す気持ちの表現なんです。ですから今から日常生活の中で、とても嬉しかったですね、ちょっと悲しかったんですね、違うと思いません？いや私ね、10年ぶりに自転車に乗ったもんだから乗れるかどうかちょっと不安だったんだけれども、もう乗れたもんでね、とても嬉しかったですって言った人がいた人にいたとしたらですよ、その人に嬉しかったんですね、浅くないですか、ね、あそっか、とても嬉しかったんですね、そう、とっても嬉しかった、分かってほしい気持ちはむしろこっちですよ。程度の方分かってほしいですよ。どちらかと言ったら嬉しいという単語を分かってほしいんじゃないですよね。これとてもの深さですよね。いやまあ会社の方から会社そろそろちょっと辞めてくれないかなって言われて、まあ、定年がちょっと近かったんだけど最近不況でね、驚いたっちゃ驚いたんだけど、まあ心のどこかで少し退職金上乗せしてくれるんだったら、まあ、そろそろ辞めてもいいかなって思ったこともあったくらいだからね、まあ、悲しいかどうかって言われたらちょっと悲しかったかなって言ったら、悲しかったんですね、じゃあ浅いですよね。そうじゃないです、ちょっと悲しかったんですね。もう今の例ですから、全てをこういうふうに返せばいいと言いませんが、程度が大事というお話をするためにこのお話をしておりますと。はい、であとはこの程度って言うとね、ちょっととかとてもっていうと量的に測れる感じがするから、これでもレベル2の気持ちのワードの中でもまだまだ分かりやすい方に入ってくるわけですよ。とても多かった、ちょっと少なかった、ちょっとって言うとね、とてもちょっとっていうのは量的に測れる気がしますからね。でそうじゃないものもあるわけですよ、程度っていうのはね。その例えばやめとけばよかったの中に、やっぱりやめとけばよかった、やっぱりやめとけばよかったって言ったらどんな印象を受けますか？やっぱりということは、それをしようかやめようか相当程度事前に悩んでるっていう気持ちがここに見て取れるわけですよ。やめとけばよかったと思ったんですね、軽いですね、もうレベル1ですね。違います、やっぱりやめとけばよかったと思うんですね。そうやっぱりなんだよ、やめとこうって何個か思ったんだけど、でもやった方がいいんじゃないかと思うと葛藤があって、結局やってしまったんだけど、やっぱりやめとけばよかった。どっちを分かってほしいかって言ったら、嬉しいはもちろん大事なんだけど、この手前の方がより深い気持ちになりますからね。どっちかしか繰り返さないんだったら、私だったらこの赤い字の方だけを繰り返します。いやとっても嬉しかったよ、あとてもってそちらを返します。私ならちょっと悲しかったよ、あちょっと、ね、やっぱりやめとけばよかった、やっぱりって、聞く耳作りをしなきゃいけないんですけど、いきなりレベル3レベル4の気持ちの聞き取りっていうのはなかなかできませんから、それをライブのロールプレイの中でやっていくこともできないので、レベル1のね、気持ちの繰り返し、気持ちの受け止めから次に進むのであればレベル2がいいので、そのレベル2としてね、とても分かりやすいのはレベル2の中にも少し幅があるんですけども、程度を表す表現、特に上の2つ、量的に分かるような感覚ですよ、その人の感じ方がこう量的に分かるような表現
程度を表す表現というのは、これは気持ちを表すワードの中に入ってきますので、ここはしっかり受け止めて、繰り返すならしっかり受け止めていくと、今までよりは深さが増していくということになります。もちろん言い方がありますけどもね、感じ取ってないのに言葉だけ探して言ったら軽くなるってのは当たり前のことですが、あ、この人とてもなんだなってちゃんと聞きながら感じ取る、これが傾聴ですから。あ、ちょっと悲しかったんだ、悲しいというワードを覚えるんじゃないんですよ。ちょっとなんだ、あ、この人ちょっとなんだって、もしかしたら自分の中の準拠枠、聞き手である自分の中の準拠枠としたらものすごく大ごとに感じるかもしれませんよね。だけど話している人の気持ちを分かるのが傾聴ですから、この方がちょっと悲しかったと言ったら、そのままをちょっとでちゃんと受け止める、これが傾聴の役目ですからね。自分の気持ちで押し付けないで、いやそれは大したことだよとかね、余分なアドバイスとかしないで、本人がちょっとと言ってるうちは、それが仮に大したことであったとしても、それをまだ見つめられない、受け止められないという、そういう状態にあるわけですから、それをそれはひどいことなんだよって言ったらダメなんですよ。それも刺すって言うんですね、ぐさっと刺しちゃうのと一緒なんですよ。そうじゃなくて、ちょっと悲しかったという人には、まずはちょっと悲しかったからいることで、その人と同じ位置に行く、これを寄り添うというふうに言いますね。先に行かない、深読みしない、これが原則です。私も以前、私の傾聴の師匠によく怒られました。先に行かない、深読みしないと、推測しない、決めつけない、よく言われましたけどもね、言われたままそのまま受け止める、第二レベルの気持ちの受け止め方として、ぜひ程度の気持ちのワードをしっかり聞き取って応答してみてください。それでは今回の動画が参考になったよという方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。さよなら。